沢良神皇を祀った、須藤天皇者沢良神皇は、公認天皇の御子、母は、高野新笠。官武天皇、野戸内神皇の同母帝。官武天皇のスメラふとうとに建てられたが、藤原種継の暗殺に関与した罪により敗され、絶食して没した。須藤天皇と追死されたが、皇位継承をしたことはないため、歴代天皇には数えられていない。母方が、 下級貴族であったために立太子は望まれておらず、天平法治5年に出家して、東大寺検作院や大安寺当院に住み、新能善寺と呼ばれていた。東大寺で両弁の後継者として、東大寺や作り、東大寺市に指令できる、指導的な高い地位にいた。天皇元年、兄、幹武天皇の即位と同時に、公認天皇の勧めによって現属し、立太子された。 その当時、寒武天皇の第一王子である、阿手神皇が生まれていたが、寒武天皇が崩御した場合に、阿手神皇が妖廷として即位する事態を回避するため、サワラが建てられたとみられる。また、スメラブ等々とにもかかわらず、サワラ親王が日を迎えた理工を成したとする記録が存在せず、寒武天皇の要求か、サワラ親王の意思かは不明であるものの、 不混んで子孫が存在しなかったことも立体死された要因と考えられている。しかし延暦4年、像長岡偶氏、藤原種継の暗殺事件に連座して敗され、お得に寺に遊兵された。無実を訴えるため絶食死中4日、淡路国に配慮される途中に、河内国高瀬橋付近で噴死した。新能の死は次の各説がある。種継暗殺に、 沢良新王が実際に関与していたかどうかは不明である。しかし、東大寺の解散である両弁が死の間際に当時僧侶として東大寺にいた新王禅寺に工事を託したとされること、また東大寺が新王の原俗後も寺の大寺に関しては必ず新王に相談してから行っていたことなどが伝えられている。桓武天皇は 同教事件での僧侶の政治進出の大きさに、弊害と、その原因として全般にまつわる奈良寺院の腐敗があると問題視していた。種継が中心として言っていた長岡共造への目的の一つには、東大寺や大安寺などの奈良寺院の影響力排除があった。桓武天皇は、種継暗殺事件の背後に、奈良寺院の反対勢力を見た。それらとつながりが深く、 平城系の寺の中心軸の東大寺の組織の指導者で奈良仏教会でも最高位にいた沢原親王の責任を問い、これらに対して憲政と統制のために前都の阻止を目的として多熱暗殺を企てたとの疑いをかけ、事実上の処刑に及んだとする。その後、皇太子に建てられた阿手親王の発病や、寒武天皇妃、藤原旅子、藤原乙室、 坂上又子の病死、漢武天皇、沢原親王聖母の高野新浅の病死、薬病の流行、洪水などが相次ぎ、それらは沢原親王の祟りであるとして幾度か鎮魂の儀式が取り行われた。延暦十九年、須藤天皇と追唱され、この絵少々検討偶助、大友忠士星が、淡路国綱軍の三領へ、恩苗氏や僧を派遣し、鎮舎させた上、 墓守りを置いた。しかし、それでも、怨霊への恐れが収まらない天皇は、延暦24年4月、神皇の遺骸を大和国に移送した。その場所は、奈良市、八島町の須藤天皇陵に否定されている。また、この近くには神皇を祀る者である、島田神社があり、さらに北に数キロメートル離れた奈良町にある、須藤天皇社、五霊神社などでも神皇は、 祭神として祀られている。近辺にも神皇を祀る寺社が点在しているほか、京の鬼門に位置する高野村には京都で唯一沢原神皇のみを祭神とする須藤神社がある。ありがとうございます。